4章、カイドウの戦い。お、鳥ですね。ん、誰か来たぞ。おはよう、お兄ちゃん。聞いてよ、大ニュース。アイクだけ寝てたんかていうか、まあみんな外におったけど、アイクだけちょっと準備が遅かったんかな。朝から騒がしいぞ、ミスト。どうした？セネリオがね、今戻ってきたの。本当か。予定よりずいぶん早いな。だよね。なんでだろう。まあいい、直接聞けばわかることだ。今どこにいる？食堂じゃないかな。お父さんに用があったみたいだし。わかった、すぐ行く。直ちに全員を集めてくれ。了解しました。アイク、お前もぼさっとしないで、さっさと作戦室へ行け。ああ、ん？なんだよ急に。僕が持ち帰った情報の報告、そしてそれに対する対策を練るためです。セネリオ、お久しぶりです。アイク、今戻りました。無事で何よりだ。だがどうしたんだ？もうしばらく修行するんじゃ、もうしばらく修行するんじゃなかったのか？それが。何をしている？早く来い。とりあえず行きましょう。詳しい話は後で。うん、帰ってきましたね、セネリオ。みんなも知っての通り、よその傭兵団へ修行に出ていたセネリオがさっき戻ってきた。とんでもない情報付きでな。どんな情報なんだ？クリミアとデインの間で戦争が始まりました。戦争？嘘でしょ。それを今から詳しく聞くところだ、セネリオ。頼む。はい。この地図をご覧ください。クリミアの小サイズか。ここがクリミアの王都メリオル。我々傭兵団の砦があるのは大体この辺りになります。結構遠いんかな。なんか広い感じがするんかな。なんか距離はありそうな雰囲気があるんですけど。で、事の始まりは3日前の昼下がりです。まあクリミアに行ってて3日ぐらいで帰ってきた。歩いて帰ってくるってなったらどうなんでしょうかね。結構あるんですかね。やっぱりちょうど調べ物のあった僕はクリミアの王都メリオルにある、ね、王立学問所の書庫にいました。うん、やっぱあれか、首都から帰ってきてんな。で、突然獰猛な獣、おそらく飛竜の方向が響いたかと思うと、大きな振動が建物を揺らしました。慌てて外に出た僕の目に飛び込んできたのは、王宮になだれ込む騎兵部隊、それに続く重歩兵隊、さらに空には十数の竜騎兵。それらはすべて黒い鎧で身を包んでいました。デイン王国軍か。はい。兆しは？ご承知の通り、クリミアとデインの関係は建国以来順調であるとは言いかねるものでした。しかし数百年にわたる歴史の中で幾多の小規模な戦はあれど、いきなり国境を越え相手国の王城を奇襲するようなことは今回が初めてです。随分乱暴な策だものね。それだけに成功すれば効果的ではある。お悪そうデイン現王国、デイン現国王ならではの奇策というところだな。その後こっちがクリミア側ですね。王弟と率いるクリミア王国軍が出撃し、徹底抗戦の構えに入りました。一般人には市街地へ撤退するようとの達しがありますので、やむなく王都を離れ、その足でここに戻りました。うん、まあまあまあ巻き込まれないように急いで帰ってきたと。で、現在戦況がどうなっているかはわからんということか。まあ防衛体制ですね。で、どちらにせよこの田舎にはまだ戦争の第一報すら届いておらんような状態だ。よく知らせてくれたな、セネリオ。いえ、デインのクリミア侵攻、この傭兵団にも無関係というわけにはいかないでしょうね。
親父、どうするんだ。そうだな、ティアマトはどう見る。クリミアは我が団にとって故郷とも言える場所です。またクリミアの王家や貴族はこれまでもこれからも我が団にとって大切な仕事の雇い主となりうる方々です。義を見ても義を見てもここはクリミアを助けるのがいいかと思われます。セネリオはどうだ。我々が傭兵団であり特に依頼を受けたわけではない以上手を出さないのが妥当かと。まあ対立しちゃいましたね早速。座してクリミアの滅亡を見ると、はい、兵数も士気も明らかにデインが上、クリミアの勝ち目は薄いでしょう。でもクリミア国王は賢明をもって世に知られるラモン王、武勇並ぶものなしと言われる大弟レニング卿もおられるわ。さっきのあれですね、馬に乗ってた方ですね。で、簡単にデインの思い通りになるかしら。武勇や勝機という意味ではデイン王足などもレニング卿には引きを取りません。となれば残りは兵の量質が勝負を決めるでしょう。結果は明白だと思われますが。兵たちがちょっと頼りないんですか。クリミアには地の利があるわ。デインの矛先を巧みにかわして持久戦に持ち込めば士気も練度も低いクリミア軍がそこまで持つとは思えません。ボロクソやな。二人ともそれまでだ。言いたいことは分かった。まずは現状を正確につかむことだ。王とメリオルを一度偵察した方がいいだろう。アイク、ここはお前に任せる。偵察部隊として何人か連れて行け。俺が補佐としてティアマトと。冗談じゃないぜ団長。アイクみてえなガキに何を期待して。よし、心配ならお前もついていくがいい。巻き込まれました。あとはガトリー、キルロイ、セネリオでいいだろう。親父、待ってくれ。どうして俺が。団長命令だ。さっさと準備を始めろ。時間の猶予はないぞ。親父、ティアマト、俺は少し出かけてくる。アイクの北斎は任せた。了解しました。で、まあ偵察に行きましょうと。お兄ちゃん、ちょっと待って。なんだ？はい、これ持ってって。お、剣ゲット。この剣はどうしたんだ。お父さんがね、お兄ちゃんに渡してこいって。いい剣だな。直接渡さないですね。お下がりじゃない剣って初めてじゃない。よかったね。あ、じゃあ気をつけてね。お土産待ってるから。確かに。あ、別に遊びに行くわけじゃな。ったく。お土産ね。まあちょっとテレアな親父が妹を通して剣を任せたと。まあ預け、まあ新品の剣をねプレゼントと。で、まあ偵察に行きましたよと。ここあれですかね、山賊と戦った場所なんですかね最初。ちゃうかちゃうかちゃうな、全然ちゃうな。どうしたんだよアイク、さっきから黙り込んで。親父の真意がわからない。どうして新米の俺にこの場を仕切らせようとする。アイクはグレイル団長の後を継ぐ人だからね。人を動かすことを学ばせたいんじゃないかな。俺にそんな器があるのか。いや、たとえあったとしても遠い先の話じゃないか。今の俺は経験も力もないただのガキだ。そうかな。僕の目から見ればとても有望に見えるけど、グレイル団長はすごい人だけど、アイクならきっと追いつける。追いついてそれから追い越すことだってできるんじゃないかな。無茶を言うなよ。僕の勝手な想像だから気にしなくていいよ。期待をガンガンとかけていくわけですね。ただ力がないと思うなら少しでも早く一人前になるよう努力をするっていうのはどうだろう。その方がアイクらしいよ。そうだな。お、動きがありますね。セネリオ、そっちの状況は。ここと同じように兵士の死体が散乱しています。王都からここまで結構な数ですね。クリミア兵のもの。鎧で見る限りデイン兵の方がずっと多いみたいです。クリミアが優勢なのか。その反対でしょう。クリミア兵の鎧は、この絵のものでした。国王ラモンか王家の誰かが移動中にデインの攻撃を受けたと考えるのが自然です。ラモンかレニングか。
レニングはでもあれですよね、指揮を取ってるんでもう城にいるんですよね。なんで正規軍が戦っている以上、まあ、レニング教だとは思えません。おそらくそれ以外の。おいおい、デイン兵がこっちに近づいてくるぞ。あー見つかったカクって動いたなすごいぎこちない走りが、もうマス目状の移動みたいなもう斜めに動いてきたらええやん何者だ貴様ら、こんなところで何をしている。マイジンさん、黒い鎧着てますね。私たちは怪しいものでは。武器を所有する一団か。全員武装解除し我らに投降すればよし。さもなくば。おい、勘違いすんじゃねえよ。俺たちは別に。おとなしく従う気はなさそうだな。全兵攻撃態勢に入れ。この一団を駆逐する。なんて乱暴な。戦闘に巻き込まれると後々面倒なのですが。だが向こうは話を聞いてくれる気はなさそうだ。応戦するぞ。はい戦うことになっちゃいましたね。数が多い。この章結構大変やったような印象があります。さーて、アイク、お手並み拝見といこうか。さっさと指示を出すよ。てめえの言う通りに動いてやるから。分かってる、今考えるからちょっと待ってくれ。しのけすごい不満そうで、まあ戦闘開始と。とはいえ、まあ全員戦闘に巻き込まれたんで、まあメンバーから外せるわけもなく、でまあ来てないメンバーも参加できないっていう感じですね。よし、やっていきましょう。ちょっと中断して日をまたいで1週間越しの収録なんですけど、敵将が手槍を持っていると。でこの後ろの敵、これかな、これが傷薬を持ってるんで、なんとか奪ってしまいたいっていうとこですよね。でまあ敵将の撃破が今回のクリア条件なんで、まあ手槍は使い切らすことなく奪えるとは思うんですけど、傷薬がもしかしたら使われちゃうかもみたいな感じですよね。で地形があって、この辺がすごい資源出るんですよね。なんでまあ多分土定番の攻略とかやと、まあこの辺の魔法使いたちを後ろに置いて、でアイクとかティアマツさんとかガトリーで壁になってっていう感じなんですけど、まあ一応その方向性的にはそれでいいんですけど、この辺の茂みを使ってこもっていこうかなっていう、さらに硬いこもりをね見せることで、あんまりティアマトを使わずに攻略できるんじゃないかなって勝手に思ってます。大丈夫かな。ガトリーはすごく硬い硬きこと頭おかしいぐらいの硬さなんで、で剣相手は問題なさそう。斧と槍だった場合は5を食らうか結構でかいな。あ、ちょっと待った、ティアマトさん回復持ちすぎなんですけどちょっと待って、メニュー戻れない、戻れないか、しょうがないね。なんでまあ戦いながら、シノンに、まあ、回復を分散させて、でガトリーはすごく硬いんで、ここに確か鋼の槍を使う敵がいて攻撃力高いですみたいな感じなんですけど、それでも全然一人でなんとかなりますっていう硬さなんで、まあ心配はないんですけど、シノンがちょっと狙われるとダメージが大きそうなんで、まあどっかで回復を交換していきたいですと。で普通に一般兵と殴り合ってもアイクはちょっとやられちゃいそうなんで、まずはどうしよっかな。シノンでどんぐらい削れる？セネリオで。いや待てよ、セネリオをここに置いた場合、こことここを塞げば 1,2,3,4,5,6 ポコンダメっすねこの辺に、この辺に並べて、あ、ちゃうな、ここにあれか、壁を置いた場合は狙われずに進むはずなんで、で、この辺の攻撃範囲がどうなってるか、結構きますね。やっぱり安牌の防ぎ方の方がいいのかな。ちょっと待てよ、セネリオ、あー、そんなにダメージが
通せるわけではないんで、結構この剣士強いですね。うん、ガトリーで削って、で、こっちが効率12なんですよね。ライクが守備7で、相性が悪いので、6食らう。4発は耐えるっていうことは、四方に囲まれてない限りは大丈夫。ただ、遠距離攻撃が有利だ。こいつは威力10なんでダメージ3ですよね。で、こいつが4食らう。つまり結構食らうな。あ、でも、あれか、最初のターンはその剣士の範囲までは彼らは攻撃することができないんで、そうですね、この斧と殴り合った場合は11やけど、まあ、おそらくヒョイヒョイしてくれるでしょうっていう。あの、さすがにね、剣の方が有利なんで。で、まあ、それ以外は一回避ければいいなぐらいの感じですよね、計算的に。で、割とはっきり相手死にそうなんで、ガトリー前出すか。サイン会が始まってしまう。で、並べるって言ってもそうか。シノンで削りの、アイクで、とどめ刺しのでいいかな。16ですよね、8×2 で。で、アイクで、あ、倒せない。ちょっと待って、ちょっと待った。これは普通にやられちゃうな。鋼の弓使うか。忍んで鋼の弓でいい感じ。これで削って、で必殺はいらないよ。あの港町で前張り切ってたんでね。で残り HP1 まで削る、いいし、いい削りで、ガンガンにもう前に出るよ。このステージでこっちから前に出るってなかなかないような気もするんですけど、その後のリカバリーはもうティアマスさんでなんとかしましょうぐらいの。いや、しかし守備伸びるのと5ピンか、結構いい成長ですね。アイクの成長率がなんか攻撃力が2回に1回ぐらい伸びますよみたいな感じなんで、力が2アップしてる。ちょっと力の伸びが良くないっていう感じなんですよね。レベル20までに 15ぐらいに力が伸びてればいいなっていう感じなんですけど、さすがにそこまでは届かなさそうっていう感じなんで、で危険範囲が、うん、アイクの隣は叩かれるか。あ、こっちから回ってくるのか。5、6、ドコンですもんね。なんでこの草むらに入れちゃうと槍につつかれてしまうので、ここかなでいいんですよね。不安になってきた。ここで OK、 待機でセネリオ、ガトリーでつつくか。シノン、ガトリーをここに置いてアイクガトリー体系で戦うか。うん、で鉄の槍で倒せる。まあまあまあ追撃は出ないんで、いい削りって感じですよね。でこっちは鋼の槍じゃないと、鋼の槍でも倒せないか。じゃあもう鉄の槍で、ちょっと待った。うん、シノンが狙われることはない。まあシノンの方がアイクより硬いんで、別に多少つつかれてもっていう感じではあるんですけど、アイクを草むらにぶっ飛ばすか。ちょっと待てよ、まだ序盤なんで、まだ序盤なんで、アイクを草むらにぶっ飛ばしてシノンを壁にして戦うか。それでいっか。よしってすると、多分シノン狙いに来るんですよね。で、セネリオとかでまあつっついてドーンみたいな感じでどうでしょう。危険範囲、危険範囲、大丈夫大丈夫大丈夫ね。あのちょっとつつかれるだけですぐ死んじゃうんでね、魔法使いは。なんで、でティアマトをこの辺に置いて待機かな。でどうですか。うん、シノン狙われる。でまあ反撃はできないんですけど、おお避けるね。すごい安心感ありますね。で、あ、ティアマト狙われんの？マジか。ちょっとこれ
あの、誤算です。あ、装備外してる。手ぶら。あの。